さあ、こんにちは。マーティン、第2役は、金田です。鶴岡市の昔のピザハットの始めをします。始めをます。はい。昔のピザハット、旧庄内交通南営業所として再開したそうでございます。戦国に。はい。ペプシコの FC 店でファミリーレストランタイプをオープンしたそうです。確かに、ピザハット、イートインできたけど、今はテイクアウトの時代です。確かに、イタリア料理の定番といえば、やっぱりピザです。確かに、すごいです。まあ、登場したのは1964年、東京オリンピックの年ですね。はい。記憶にあるんですが、そのピザがあったのは昭和48年、アメリカにピザハウスが初めてです。鶴岡市内でも確かに業務用ピザ出てたんですね。はい。やっぱりスパゲッティも人気だけど、ピザがその後ですね。はい。いやー、驚きました。いろいろお店もあったけど、ピザハットがね、1981年ごろオープンして、2、3年後庄内交通の坂田営業所の開発で、坂田の大沼と一緒にピザハット坂田店もオープン。この全盛期は本当にすごいかったですね。はい。でもやべますね。今はね、鶴岡のミーナですね。はい。以上です。バイバイ。